今後の将来の話となるとよくよく夢を持ちましょうという話が多いんじゃないかと思います。僕個人的にですね、夢って、無理して持つもんでもないかなと思ってるんです。ハワイ観測所という名前だけ聞くと働いている皆さんがハワイにいるということをなんとなく想像されると思うんですけれども、実はそうではなくて、ハワイにいる人が多いのは事実なんですが、一部の人ですね、三鷹で働いていたりします。で、私はその三鷹で働いているハワイ観測所職員になります。ハワイにいる方々と三鷹にいる人たち、ちょっと仕事の内容が違ったりします。で、ハワイにいるということはその望遠鏡の近くにいるということですので、基本的にはその望遠鏡の運用、実際の観測に関わったりだとか、あとは観測装置をちゃんとメンテナンスする、そういった仕事が多いことになっております。で、一方三鷹の方はじゃあどういう仕事をしているかというと、取れたてのデータ、生のデータを使って研究をすることというのは、これ実は非常に難しいです。それは天体、宇宙からの信号以外の雑多なものが混ざってしまっているからなんですね。それをきれいに取り除いてちゃんと研究ができるようなきれいなデータにしなきゃいけないんですけれども、そういったことができるようなソフトウェアの開発であったりだとか、あとはそういったデータをですね、世界中に公開するようなシステムの構築だとか、私はそういった仕事に主に関わっております。今現在ですね、スバル望遠鏡で、ハイパースプリミカムと呼ばれる空の写真を撮る装置が、動いています。この装置を使ってですね、空のすごい広い領域をすごく深くかつすごくシャープに、撮るというハワイ観測所史上最大の観測プログラム、これスバル戦略枠プログラムというふうに言うんですが、330番というスバル望遠鏡のですね、ものすごくたくさんの時間を投入して、暗黒物質から暗黒エネルギーまで、いろんな宇宙の謎に迫ろうとしている、取れてきたデータをきちんと研究に使えるような形に処理をする、でそれを国内も含め世界中の人まで使ってもらえるように公開をするという仕事を今しております。これと並行して、この次に来るハワイ観測所の、次世代装置、これプライムフォーカススペクトログラフと呼ばれる装置で、空からやってくる天体の、虹を撮るというような装置になっていまして、写真を撮るのとはちょっと違って、写真には写らないすごく天体の隠れた情報を知ることができるとても大事な装置になっています。この2つの装置をですね、実際に動かしたり、受け入れの準備をするということを今しています。はい、このスバルの画像というのはどなたでも見ることができます。で、この画像非常に素晴らしい画像で、実際に研究の第一線で使われているような画像になります。その画像をですね、すごく見やすい形にして、一般の方誰でも見えるような見られるような形にして、公開しております。で、その公開をしているプロジェクトの一つがですね、ギャラクシークルーズというものがありまして、これ国立天文台でやっているプロジェクトなんですけれども、このプロジェクトですね、子どもでも誰でも参加することができます。で、私と一緒にですね、銀河の謎に挑むことができます。今まで誰も見たことがない銀河をですね、実際に見ていただいて、どういう形をしているか、他の銀河と衝突しているかという分類をしていただくと、でその分類結果を私が使ってですね、研究をするということになっておりまして、ぜひですね、私の研究をご手伝いいただけるとありがたいと思います。やりがいでもあり、面白さでもあり、同時に辛いところでもあるんですが、難しい問題を考えることが多いということが挙げられるんじゃないかなと思います。先ほどスバルの次世代装置の話をちょっとしましたが、その装置ですね、すごくパワフルなんですけれども、すごく複雑な、装置になります。で、その複雑な装置をいかにうまく使って、化学成果を出すかという、この、使い方ですねを考える、これが、難しいです。私一人だけではなくて、もちろん複数人で考えてるんですが、もうああでもないこうでもないというのをもう何回も繰り返しながら、未だちょっと模索しているという感じですね。やってる時すごく苦しい瞬間もあるんですけども、実際にそれが出来上がって実際に使われるようになると、それが嬉しさに、面白さというところに変わっていくのかなと思います。もう一つ挙げるとすると、この仕事ですね、すごく国際色豊かな仕事になります。実際にその次世代装置とかになると、本当に国際的なプロジェクトになっていて、議論だとか打ち合わせとかもですね、基本英語になりますし、
今までこの日本で育ってきた人からすると、いろいろカルチャーショック的なところもあって、いろいろ刺激を受けながら日々仕事ができるのはすごく面白いところだなと思います。これ観測天文学者によくある話なんだと思うんですけれども、割と小さい時から望遠鏡を覗いて星を見るのが好きだったというのがあります。その望遠鏡で月とか惑星を見てみたら、あ、これ面白いなって思ったことが一番のきっかけだったと思います。で、私自身はなんとなくその観測の現場に近いところで研究をしたいなという気持ちがありました。大学の先生になって、例えばスバル望遠鏡を使いに来ると、お客さん扱いになってしまうんですね。そうではなくて、もっと自分が中心的に主体的に観測に関わりたい、望遠鏡に関わりたいという気持ちがあって、今現在のですね、このハワイ観測所の仕事を選んだということになります。私にとっての重要なアイテムは、私の部屋にあるですね、このホワイトボードが重要なアイテムになります。難しい仕事、複雑な問題を、人と一緒にやる、議論をしたりとか説明をしたりするときには、もちろん言葉による説明って大事なんですけれども、それだけでは足りなくて、実際に私が何を考えているか、頭の中にどういうイメージを持っているかとかっていうのは、例えば式を書いてみたいなとか、例えば絵を描いてみたいなとか、そういうことでイメージを共有する、議論するというのがすごく大事なことになります。で、それをするのに私にとって不可欠なのがこのホワイトボードになります。実際ここで研究の話もしますし、業務も話も共同研究者と一緒にこう、ああでもないこうでもないを実際にこの前で繰り広げています。今現在動いている非常に大きな観測プログラムがあります。その空の写真を撮るプログラムですね。これはものすごく大きな仕事、責任のある仕事になります。で、もう一つですね、次の装置の準備をすると、この準備ものすごい大変です。それに追加してですね、私研究者です。自分の研究ももちろん進めなきゃいけないと。さらに私大学院の先生です。で、その大学院の授業はですね、非常に専門性の高い、授業になりまして、私も何の準備もなしに行って話をするっていうのは絶対できません。やることがいっぱいある、忙しいというのが一番大変なところです。今後の将来の話となると、よくよく夢を持ちましょうという話が多いんじゃないかと思います。僕個人的にですね、夢って、無理して持つもんでもないかなと思ってるんです。というのは、夢ってなんかちょっとふんわりしちゃう、ぼやけた言葉ですよね。で、ぼやけた言葉、将来自分が何になりたいか、なんとなくぼんやりしたものを無理に作り出す必要って多分ないんだと思います。ですので、皆さんが今好きなことを好きなだけやっていただければいいかなと。で、そして過ごすうちに、きっと人生のいつか一つ二つこう自分で極めたいなと思うものが出てくるんじゃないかと思います。で、それをぜひ待っていただきたいと思います。で、そういうふうに出てきた自分の極めたいものというのは、なんていうかな、夢というその曖昧なものではもはやなくて、目標っていうすごく具体的な言葉になっていると思うので、ぜひ素敵な目標を見つけてください。